what's up guys? My name is Lee and welcome to my video. ということで今回の動画はなんだ新武器でコンバットピストルというものが追加されているので早速これを見つけて使っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。Let's combat pistol! OK! よし。早速探しに行くか、じゃあ。よしということで早速見つけていきたいと思うんですけど、どうやらこのコンバットピストルというものは普通のピストルが前まであったと思うんだけど、それがなくなってコンバットピストルになったらしいんですよ。なのでちょっと結構見つけやすくなってるのかな、どうなんだろう、どこ行こうかな、これ。コンバージャンスとか、いやどうしよう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 、ダーティー行くか、ダーティー、いやここ行こう、ここ降りてちょっと探してみますか、あるかな、ないかな、どうだろうな。まあね、白から金まであるらしいから、まあ見つけやすいっちゃ見つけやすいと思うんだよね。やばい！危ねえ。いや、本当にこっそりね、今深夜の12時ぐらいなんだけどさ、急にコンバットピストルが追加されましたっていう。今シーズンは結構コンバット系が新しく来るのかな？コンバットショットガン、もう今ないよね。来るんかな？ピストル、アサルト、あと何があるコンバット系で。コンバット SMG も確かあったよね。来てないけど。投票の時に。だから、コンバット SMG、アサルトと、今、ピストルがあるから、あとなんだろう、ショットガンとか来てほしい。面白そうだけどね、コンバットショットガンってなんか、名前が。来ないんかね。いやー、でもとりあえず、使いたいよ、ピストル。どこにあるんだ。あー、これじゃね？これだ！コンバットピストル。白。ほら、表記がちょっと違う。あー！音が、おもろい。ヒョン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 って音すんだけど。なんだこれ。強いんかな？まあ、ダメージは強そうだけど、その分、揺れがすごいね。激しい。音おもろ。はいはい、なるほどね。まあ、早速ちょっと、白から金まであるらしいからね。敵に使いたいね、これじゃあ。どうなんだろう。強いんかな？あ、またあるコンバットピストル。全部ピストルがね、コンバットになってんだよね。ジャンパーいいね。ありがてえですよ、ジャンパーは。クラフトとかはできない。クラフトはできないと。戦いに行こう。真ん中の方とかいそうだよね、敵。それかもアップグレードしちゃってもいいけどね。どっちの方がいいんだろう。まあまあまあ、ちょっと様子見して、いい感じに、まあ白をとりあえず使ってみて、なんとなく感覚が分かったら、青、紫。あ、いる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 わ。シャドウ？いや、ケアテイカーか、それ。めんどくさ。ケアテイカーは、めんどくさいね。あんな感じなんで、ちゃんと街で見るの初めてかも、ケアテイカー。うん、大きなラスボス。めっちゃ白のコンバットピストルあるじゃん。どう？いる？敵。いなくね？いないんだけど。すいません、どなたか、実験台になってくれませんか？全然いない。やばい。どこだ敵は？あ、おった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 。おったわ、真ん中に。なんかめっちゃ飛んでる。ぴょんぴょんしてる。おったおったおった。23。おいはいはい、なるほどなるほど。ボディ23だわ。ヘッショ40ぐらいなんかな。もう250レベルになった。どうなんだろう、わかんない。強さが、すごい微妙な気がするけど。ん？強いんかこれ。金にしてみないとわかんないね、これ。ちょっと金にするか、もう。金使うわ。せっかくだから、金にしちゃおう。まあまあまあ、今までのピストルってどんぐらいだっけな、ダメージ、マジで。覚えてな。お、いい感じに戦ってますけど、とりあえず金、あれ青？いや、白からが、高えよ。紫にするか。26？オッケー、倒したけど、あんまダメージ変わんないこれ。あら、これちょっと微妙説出てきたぞ、なんか。ん？なんかちょっと微妙じゃない？ダメージ 26？
必勝倍率が高いんかな。金にまだしてないけどさ、とりあえず紫でちょっと見てみるか、これじゃ。まあ、最後の方でね、まだ生きてたら金にしようかな。高えから。そんな金ねえからな。うん、まあ、紫と金そんな変わんないでしょ。あ、いや、ヘッシュ45だよ。紫でやっとヘッシュ45だ。どう、微妙、俺的にはちょっと使ってて微妙かな。どうなんこれ。な、お、ん？オッケー、倒したけど。前のピストルの方が俺好きかな。前のピストルの方がなんか強かった気がする。ピストル普通に強かったんだよね、昔の。昔っていうかこのアップデート前のさ、普通のピストル金とかでも全然強かったから、それと比べるとなんだろう、使いにくくなった気がするんだけどね。慣れてないからだけかな。ワンチャン慣れてないからかもしんないけど、ヘッシュ45。前いくつだっけな。どうなんでしょう。これはちょっと皆さんもちょっと使ってみての感想を聞きたいな、これは。いや、強いけどね、普通に強いよ。強すぎるってぐらい強いと思うんだけど、前のピストルもう強すぎたから、15発なんだ。前確か16発だよね。他になんかあるんかな、特徴。リロードの速度とか。まあでもダメージは上がってるのか、前のピストルと比べて。これ多分あれだよね、リブートされた時とかもあれ普通にコンバットピストルで出てくるってことだよね。なんかでもなんて言うんだろう正直なとこ言うとどっちでもいい気がしてきた。なんか前のピストルも今のこのコンバットピストルもあんま変わんないっていうか、なんかさ、全然もうダメージがめっちゃ高くてめっちゃブレるみたいになったらまだわかるんだけどさ、ほとんど同じじゃねこれ。ダメージもブレも。ほら、オッケー。うそー、あんた体力やば。おい、やべえってやべえって。おい、マジかよ今の。うわ、悔しい。まあまあまあ、ピストルは使えたけど、まあ結論から言うとあんま変わってないかな。はい、っていう感じで今回の動画は、この新しいコンバットピストルというものを使ってみたんですけど、まあ、音が変わってて、すごい、デザインも好きで、って感じのピストルだったんですけど、まあ、実際普通のピストルと比較してみると、そこまで変わってないのかなっていう印象を受けました。とりあえず、新武器、このコンバットピストルが登場したので、皆さんもぜひこのピストル使って、皆さんの意見もね、よかったらコメント欄で教えてください。という感じで今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピースアウト。